高いところから失礼します。雲の上ゆめみです。今回は8月10日のコミックマーケットにて販布されるアイクルニアさんのユーロという音楽ゲームをプレイしていきたいと思います。音ゲーはあまり得意な方ではないようですが、ではまあ、初心者でもいけるみたいなお話を伺っているので頑張っていきたいと思います。ですがちょっとカンニングをしまして、ちょっと初見プレイは怖いなと思ったので、ちょっとだけ初めの方を進めさせていただきましたので、ストーリーがちょっと途中からになっちゃいます。あと、ここでお届けできなかったのもこっちで聞いてください。一緒に歩こう、手をつなごう、笑う。このオーバーという曲をやっていきたいと思います。よし、ちょっとブルーワールドってことでちょっと静かめな感じなんですけれども、ノーマルかな。よし、あれ、また看板か。木の国はこっち、もうすぐだから頑張って。それじゃあね。不思議な看板、それもなんか手書きで文字もぐちゃぐちゃ。でも、そろそろ木の国に到着するみたいだね。もう少し頑張るぞ。よし、やっていきましょう。こんな感じで、バーのところで、押す感じですね。よいしょ。ミスると、ボリューム左下のやつが下がっちゃって、あ、よし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 、あ、この重なってるやつは同時に押さないとなんだよね。よし、こう黄色ので回復できるっていう。よし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 。よいしょ、あ、
よし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 、いい感じいい感じいい感じ。あーもう、まあでも 90% いったらセーフでしょ。ちょっとこれは大丈夫ですよ。ふぅ、やっと見えてきた。そろそろ休憩したいな。少しだけ。あれ、寝てしまった。寝てしまった。うん、マジか。起きて急がないとダメなんでしょ。はぁ。お、木の国が開きましたね。よし。次は、あれですね。エターナルスマイルズ。よし、頑張っていきたいと思います。ちょっと可愛い感じだな。いいですね。まあ、さっきと同じノーマルでいきたいと思います。あれ？少し寝ちゃったかな？あれ？結構時間経ってる？急がないと。あ、重ねて押せず？え？あ、え？あ、ん？え、どういうこと？黄色のやつで重なってるやつがあるってことでね。抜けてないもんな。え？あ、黄色と紫が重なってるやつがあるんだ。どういうこと？どういうこと？大丈夫なんだよね。え、あ、今のは黄色付きだった。あ、いて、黄色付き、え、黄色と一緒に重なってるやつ、え、どうやって磨けるんだ。いてて、いてて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 、ん、え、でももしかしてこういうことかな。とか合ってるよね。これだ。よし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 。見て。このなんだろう、ちょっと微妙に違うんだ。黄色の入ってるこれだ。よし。このちょっと尻尾が出てるやつは黄色が入ってるから黄色も押さないといけない。よし。うん、理解した。これだ。よし。もう分かった。もう引っかからないぞ。よし、ちょっと上手くない？上手い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 。黄色を押した時がなんか気持ちいいよね。え、上手い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 。え、98%は上手いって。上手くない？ちょっと上手だったよね。よし。さすが。ちょっと早く走りすぎたかな。
おっと、新しいお客さんかい？いや、すいません。木の国王様を探しているんですが。そりゃあ、私のことだよ。もしかして緑の国王様かな？はい、今は代理ですが。それでも代表はあんただよ。とりあえず話は聞いてるよ。まあ、私のことはみんな揃って、アホの子やら天然やら気楽やら、好き勝手言ってくれてるからね。なんとなくわかる気がする。そういえば、今回の事件の理由は聞いてたりする？いや、それが全然わからなくて。そりゃわかんないよね。もともとはチビだし。ちょっと気にしてることを。あれ？なんか悪いこと言った？いえ、なんでもないです。とにかく、他の国王と同じく、自分の国で手一杯だから紫の国に行ってみて。自分の国が片付いたら、緑の国に行くから。わかりました。紫の国に行きます。かわいいな、黄色の子。かわいい、かわいいぞ。押せる。刃がすごくいい感じでした。ということで、エターナルスマイルズでした。いや、すごい可愛い曲でしたね。ゲーム実況を楽しんでいただけましたでしょうか？このゲーム、ユーロはですね、8月10日のコミックマーケットにて販売予定ですので、皆さんもぜひぜひ遊んでみてくださいね。ということで、高いところから失礼しました。雲の上ゆめみでした。じゃあねー。